こんにちは、歯科衛生士のうたです。今日は歯識の解説をしていきたいと思います。で、歯識の解説を何でしていくかというと、歯磨きはメイクと同じで、どんな大きさをしているか、どんな形をしているか、どこまで入っていて何本あるかっていうのが分かっていないと上手に歯磨きできないですので、自分のお口の中を知るために歯識の解説をしていきたいと思います。はい、歯識っていうのはですね、歯の番号です。歯は一本一本違う形をしていて、機能も違いますので、その違いを示すための番号になります。で、早速模型を使って説明していきます。で、上が上の歯で、下が下の歯です。で、顔の中心からこっち側が右側、左側という風に、歯はですね、顔の中心から数を数えていきます。はい、で、今日は右左同じなので右側で説明をしていきますね。じゃあ早速いきます。一番上の歯の一番大きな歯が一番目です。はい、で、隣が2番目、1番目よりちょっと小さいですけど、だいたい同じ形してます。で、3番目はちょっと尖ってます。これは八重歯ですね。糸切り歯とか犬歯、犬の歯って書いて犬歯とも呼びます。で、この1番から3番っていう歯までが前歯になります。食べ物を噛み切りますので、噛み切るのが仕事なので、薄いです。薄くできてます。平たいですね。3番目までは平たいです。まあ、根元は厚みあるんですけど、先端の方は平たくなっています。はい、じゃあ次、4番目ですね。4番目から8番目っていうのは奥歯になります。で、4、5がちっちゃい奥歯、6、7、8っていうのが大きな奥歯になりますね。はい、奥歯は食べ物をすりつぶすのが仕事なので、こういうふうに薄状の形をしています。平らですね。結構複雑な溝をしてますので、この溝の中も、4番目から後ろはこの溝の中もしっかり磨いてあげてください。あと結構虫歯になりがちなのが3番目と4番目の間です。ここ急に形が変わりますのでね、平たい前歯から厚みのある奥歯になりますので、裏側です。特に表側は見えるので磨きやすいんですけど、裏側のこの切り替えポイント、虫歯になりやすいですので、ここ頑張って気をつけて磨いてあげてください。はい、で、4、5っていうのがさっきちっちゃい奥歯って言いましたけど、だいたい同じような形をしていますので、まあ矯正で抜く場合はこの4番っていう歯を抜くことが多いです。で、6、7、8が大きな奥歯です。で、8番っていうのは親知らずなのでない人もいます。よく見てくださいね。奥歯まで自分のお口の中、こうやって指で引っ張ってよーく奥まで観察して、自分はどこまで奥歯生えてるかどうか見てあげてください。で、一番奥まで歯ブラシ届かせて磨くようにしてください。はい、と、あとはですね、6番目の歯っていうのがお口の中で一番噛む力強いです。で、生える時期がだいたい1年生、小学校1年生前後になりますので、この歯虫歯になっちゃってなくなったりするとスポーツにも影響するくらいすごく大切な歯になりますので、だいたい1年生前後ぐらいなったら、お父さんお母さん、この奥歯生えてきますので、仕上げの時気をつけて磨いてあげてください。この5番目までが子供の歯になります。生え変わって子供の歯が大人の歯になりますけど、6番目からは大人の歯だけですので気をつけてあげてください。で、7番目ももちろん大切な歯で、これがだいたい小学6年生前後で
入る歯になりますので、1年生から6年生までは仕上げ磨きが必要になりますので、お父さんお母さんしっかり6、7まで磨くようにしてあげてください。はい、今度じゃあ下行きます。下の歯も顔の中心が前歯になって、1からここから始まっていきます。下はですね、上の歯よりだいぶ歯がちっちゃくて、プロでもこの1番2番って見分けがつかないぐらい似てる歯なんですけど、ここから数えます。1、2、3っていうのがやっぱりとんがってます、刃ですね。はい、で3番目まで、3までが、1から3までが前歯です。4、5、はい、奥歯ですね。6、7、8、8は親知らずなのでない方もいますので、なくても大丈夫です。はい、で左側も同じように生えてます。でですね、8番親知らずまで綺麗に生えてる方っていうのは全部で32本ありますね。で7番目までで28本になりますので、この28本は毎日しっかり歯の形に合わせて一本一本ブラシを当てて磨いていってください。はい、で8020って聞いたことありますかね。80歳で20本の歯を残そうという目標を日本は掲げています。なんですけど、できればこの7から7までは生涯なくさず使いたい歯になりますので、1本でも多く残せるように、鏡を見ながら、メイクと一緒ですからね、鏡を見ながら歯の形に合わせて磨いていってください。はい、歯式は以上になります。ためになったなという方は、チャンネル登録と、あとグッドボタンお願いします。で、私はフリーランスで歯科衛生士業務やりながら、オンラインで歯磨きレッスンも行っております。で、そちらの情報は概要欄に記載してありますので、よろしければご覧になってください。はい、で今日は歯式を解説していきました。自分のお口の中をよく見て、一番奥まで磨けるように頑張ってやってみてください。はい、ではまたお会いしましょう。